皆さんこんにちは。幸せチャンプルーの時間です。パーソナリティのこれでもクリスチャンのケンちゃんです。チカちゃんと愉快な仲間たちです。よろしくお願いします。この番組では絵本の読み聞かせやゲストのお話、ゴスペルなどの音楽を通して皆様に心温まるひととき、また本当は身近である教会をご紹介したい、そんな思いでお届けする番組です。番組では質問やメッセージを受け付けています。教会に関する質問や聖書に対する質問などありましたらメールをお送りください。また応援メッセージなどもお待ちしていますよ。メールアドレスは s.champ780@gmail.com s.champ780@gmail.com です。アドレスはすべて小文字となっています。どしどしお送りください。それでは今日も心温まる幸せチャンプルーをお届けいたします。はい、はい、最近あれあそうですね、はい、オープニング、あ、はい、どうもどうもどうも、はい、はい、軽く自己気味ですよ。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、今日はね、うん、いつもの、はい、メグさんもヨハンナさんもちょっと今日はね、うん、来れなくて、はい、お手伝いに来ていただきました。はい、チカちゃんです。よろしくお願いします。はい、7月にね、ちょっとゲストで出させてもらいました。そうですね、うん、はい、ちゃんなんですか、さん、チカさんですか。チカちゃんです。ちゃんで、はい、ちゃんでどうしますか。はい、チカちゃんです。何かありますか。なんかさっきのが目が見えにくい、遠くないと見えないとか言ったから文字がね、文字が最近見えにくい、近くが見えにくいみたいな、うん、はい、ちゃんでいいですね。ちゃんです、はい、よろしくお願いします。はい、あと、ゲストの方もね、はい、来ていただいてます。後で紹介しましょうね、ゲストの方。今日の早速今日の聖書の言葉いってみましょうか。はい、はい、主の御名を呼び求める者は誰でも救われる、うん、アーメン、 アーメン、はい、はい、ローマ、はい、10章の13節です。ローマ書の10章13節ですね、はい、新約聖書、はい、うん、アメン、アメン。主というのはイエス様ですね、神様のこと。神様の名前を呼び求める者は誰でも救われるということです。アメン、アメン。シンプルですけど、はい、大事なことですね、うん、いい言葉ですよね、はい、はい、これどうして今日この言葉になりました。いつもね、だいたい僕が聖書の言葉決めてるんで、うん、今日はね、ちかちゃんに、ちかちゃんに決めてもらいましたけど、はい、ちかちゃん、はい、今日はどうしてこの言葉ですか。うん、やっぱ最初に来た、うん、やっぱこの言葉がこれだったんですけど、うん、私は33歳の時に、うん、
救われたんですけど、イエス様を神様として受け入れて、うん、でその前はもう皆さんと同じような感じで、うんうん、イエス様が神様なんて知らないし、うん、でキリスト教って何よみたいな、うんうん、そんな感じで外国の神様と思ってるのは俺なんか、うん、キリスト教って、うんうん、そんな感じで思ってたんだけど、うん、でもやっぱ苦しい時に神様いたら助けてって叫んでたんですよ、うんうん、ああ、うん、一緒そう、はい、で、うん、私本当苦しくて、うん、自殺未遂とかもしたんですけど、うんうんうん、その時にいつも今死んだら地獄っていう風に声が聞こえて、うん、クリスチャンになってから、うん、あ、神様があの時私を助けてくれたんだって、うんうん、イエス様がね、イエス様がね、うん、今となってはね、そう、今となっては、うん、誰のその時は誰か分からないけど、うんうん、それで、うん、あ、やっぱこういう叫びって聞いてるんだなって、うん、雨、うん、ね、そういう神様なんですよ、またこれ憐れみ深くてね、うん、優しくてね、そう、愛の神様でね、困ってる人、うん、悩んでる人をね、うん、ほっとかない神様なんですよね。そうなんですよね、うん、そうね、神様は誰一人滅びの道に地獄に行くことを望んでない、うん、愛の神様なので、そうそうそう、だけど人がね、うん、その神様を求めないから、特にこの本物の神様、うん、そうそう、ね、イエス様を、うん、まあ、求めるって言ってもなんかね、いろいろありますけど、八百万の神様、日本には、うん、ね、そういうのを本当木で作ったものとか石で作ったものとかね、うん、人が作った神様、そう、あ、人が作った神様ね、そうそうそう、そういうものをね拝みはするけれども、うん、だから本当の神様はね、うん、このイエス様ね、そう、今も生きて働いてる、うんうん、私の実家は仏壇があるので、うん、もうちっちゃい時からそういう仏壇ごとはやってきてるっていうのは見てきてるので、うん、でも何かそこから何かやっぱり力とか慰めとか、うん、そういうものはやっぱ感じられたことは一度もないので、うん、で神社とかそういうところ行ったこともあるんですけど、うん、またそういうところでもそういう癒しとかそういうのも感じたこともなかったので、うん、で本当に神様いたら助けてって叫んで、うんうん、で今死んだら地獄って言って、うん、その死ぬのを諦めて、うんうん、過ごしてたんですよ、ね、今はね、うん、とってもね、はい、子供たち、ね、いい子に、うん、いい子が、子供みんないい子でね、感謝です、ね、囲まれて素敵なママになってますけど、はい、この人昔は不良少女やったんですよこれでも、ね、無免許運転はするわ、うん、そうですね、ね、酒は飲むわ、うんうん、だけど神様ね、はい、書いてくださったんですよね、うん、今日はなんかあれですね、ちょっとこうなんか別の番組ありましたよ、なんかね、こうヤクザっぽい番組ね、前ね、うんうん、あれに近いくなってきたね、あそこまでそこはいいがね、元犯罪者のだからね、はい、ケンちゃんはね、ん、はい、すいません犯罪者です、すいません、反省してますごめんなさい、はい、うん、はい、で神様は、うん、私たちを人間を作るときに本当に愛する対象として作ったんですよね、うん、でそれを私たちが神様なんてなんかいないとかいらないとか、うん、そういう思いで自分のなんていうんですか、物差しでいろいろ決めて善悪を決めたり、はいはい、まあこれぐらいいいことしてるから大丈夫だろうみたいな、うん、そんな感じですよね、この普通の世界っていうのは、はい、でも神様は本当に私はいるんだよって、神様いるよって言って、うん、みんなに知ってほしいんですよ、うん、私も知らなかったんだけど、うん、友達に誘われてとか教会行くようになって、うんうん、またケンちゃんはケンちゃんで違う理由で行ってるじゃないですか、うん、いろんな方法でね集めるからね、この番組やったらいろんな人出るでしょ、うん、ゲストにね、面白いよ、うん、神様はいろんな方法使って、ねね、この教会に手繰り寄せて、うん、てくれるから、求めればですよ、求めればとか、うん、ね、うん、本当にはい、だから私も毎週楽しみで聞いてるんですけど、うん、皆さんの神様がどのようにみんなに働いてるかっていうのをもう聞くのは本当に楽しいですね、うん、だからこれ恵みですよ、恵み、僕なんかもね、うんうん、ラジオやっててね、うん、だから私たちも知らなかったけど、皆さんより先に教会に来て、うん、聖書を学んで、うん、メッセージを聞いて、うん、神様のことを知るわけじゃないですか、うんうん、
それからどん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 神様の愛、うん、イエス・キリストが救いっていう、うん、救いの道であるっていうこと、うん、そういうことを知ってるのがクリスチャンなんですよね、うんうん、でその知ってるものを皆さんに伝えるっていうのがクリスチャンの役目なんですよ、ね、じゃあこれちょっと続き読みましょうか、うん、この聖書の、はい今、ローマ書のね10章13節っていうところ読みましたけどこの後ちょっと読んでもらっていいですか、なぜじゃあ僕が読みましょうね、13節からね14節主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのですしかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょうアーメン、アーメンっていうこれ続きがあるんですけどね、うんはい、そうですよねそう、そういうことなんですよね、うん、知らなかったら呼び求めることできないですよね、うんうん、だから僕たちもね、うん、知ってほしいからこの番組やってる、うんそうなんで すよやらせてもらってるんですよ、ねうん、はいということでね、はい、主の御名を、ね、神様の御名、うん、イエス様ね、うん、を呼び求める者は誰でも救われるのですアメン、アメン、はい、ということで一曲いきますか、はい、今日はねじゃあね僕が紹介しましょうかはいあはいいつもの曲ですいつものグリケンファミリーの幸せさん幸せさんでした、はい、次のコーナーは幸せちゃん
いらっしゃい。はい、やってきました。つるちゃんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ちょっとフライング気味にゲストの方が入っちゃったんで、まあちょっとあそうなんですか、このコーナーの説明があるんですが、失礼しました。いいですか。はい、失礼しました。このコーナーはですね、うん、毎週素敵なゲスト幸せちゃんをお迎えしましてですね。はい、なぜそんなに幸せなのか、何があなたの人生を変えたのか、はい、根掘り葉掘りと。はい、これ取り調べていますけど、話をねお聞きして幸せの秘訣を聞き出そうっていうコーナーです。はい、ということで今日のゲストは、はい、はい、隣人キリスト教会から竹村つる子さんです。イエーイ、もういいぞ、改めて、はい、つる子さん、はい、よろしくお願いします。つるちゃんってあのめいっ子たちの子供に呼ばれてます。あ、そうなんですか。つるちゃん、つるちゃんちゃんですね。はい、これはみんな恥ずかしいですね、みんなあのちかちゃんにしても、はい、はい、いや、つるちゃんですね。はい、つるちゃんよろしくお願いします。はい、つるちゃんはね、あの教会で僕あの礼拝の時ね、うん、いつも僕ちょっと後ろ、ほら性格は控えめだから、うん、後ろの方に座ってるんですけどそういうことね、僕のね、もう前の方にね、はい、座ってらっしゃるんですけど、うん、あの教会の礼拝の時ね、うん、この賛美歌とか賛美、まあ、賛美、はい、歌いますよね、うん、これ結構ね、あの教会来ない、来て、あ、来たことない方は、うん、賛美歌、教会ってこう静かなイメージ、うんうん、このパイプオルガンが鳴ってみたいな、うん、慈しみ深いんだ、うん、そうなイメージしてる方多いと思うんですけど、僕もそうでしたけど、あのね、うちの教会違うんですよっていうか、この教会多いですよ、こういう教会結構元気な曲、僕も最初びっくりしました、教会けど、エレキギターはあるわ、ドラムはあるわ、ライブハウスかなと思いましたけど、まあそうやってね、そのまあ静かな曲もあるんですけど、この元気なね曲、賛美歌ね、賛美をね歌ってる時ね、いつも手挙げてね、うん、踊ってるんですよ、前で、あの姿がね素敵だなと思って、うん、思ってるんですけど、ね、楽しいですね。ですよね、神様を礼拝し賛美してると、はい、心がこう喜びに満たされるので、はいはいはい、特に賛美は大好きです。ですよね、はい、そんなあのつるちゃんですが、はい、幸せですか。はい、あ、アーメン、アーメン、アーメンなんて言ってるんですか、はい、もちろん、もちろんよかったです、うん、じゃないとこのコーナーが成り立たないんで幸せですよね、あ、みんなクリスチャンはね、みんな幸せなんですよ、はい、でそんなあのつるちゃんですが、はい、今ねとってもこの幸せですけどね、はい、あの以前はねいろいろと人生の中で辛いこともあったそうで、はい、はい、その話を聞かせてもらってもいいですか。はい、はい、あ、そうですね、あの、うん、まず家は、うん、あの両親と沖縄の出身ですよね、もちろん。あ、そうです、漬け村さんって名前、ね、うちなんちですけど、うちなんちですね、うん、両親と、はい、あの頃、あ、今はあの頃は当時祖母ばあちゃんがいて、うん、おばあちゃん、うん、で兄が2人いて、はいはい、私は末っ子なんですね。ほうほうほう、でもあの父はまあわりかし お酒が好きなので、うんうん、小さい頃にとてもこう特にボンとかの時には、うん、あの母をなじるようなそういう行為があったので、うん、私はそういう時期はあまり好きじゃなかったです、うん、そして、うん、あのもうとても酔った時には、うん、記憶にあるんですけども、うん、あの包丁持ってきなさいって叫んで、まあ、酔ってるから、うん、ですからもうすごい恐怖、小さい時から恐怖心が、父が酔ったら何かするんじゃないか、まあ、実際にはしないんですけども、こういう怖いですよね、言葉の暴力とか で、うん、ですよね、そういうことで、うん、一度なんかもう記憶があんまりのあれですけども、あの、まあ、あの当時は周りはあの木畑だったので、うんうん、畑に逃げたことがあるようなないような、そういう、うん、多いっすね。あの、まあ、この話もう何度聞いてるか、何十年も、もう昔の話ですけども、いろんな人から、はあ、でやっぱりこう家族の愛っていうか、母は、うん、あの、あ、沖縄出身の両親で、うん、あの内地で生まれて、で結婚をしてうちの母は沖縄に嫁いできたんですね、うんうん、だから多分最初は方言も分からないし、はいはい、
大変だったと思うんですね。で母もあの内気な性格だったので、うん、オープンにこうにこやかにこういろんな方と対応できない、まあ、あの義理の母に対してもばあちゃんに対してもできないので父は多分そういう事柄にも不満があったと思うんですけど、うんうんうん、ですからあのこう楽しい家庭家族っていうのは私の中にはなかったですね。で、まあ、そういうことをしてあの、うんはい、まあ、あの学校に、まあ、英語が好きだったので、はいはい、あのまあ英語の学校に行って、うんうん、そこはあの、まあ、クリスチャン関係の学校なので英語科に行ったんですか。英語が好きということでね。じゃあ英語喋、まあ、れるんですか。いやもう昔のことですからもう覚えてないです。昔の話ですか。あのあの、まあ、聞くこととか、うん、あの話すっていうことにはあの抵抗はないんですけど、ただ話せない言葉がもう覚えてない。でも聞いたら大体わかる。大体わからないです。わからないなんですか。わからないです。でそういう、うん、でそこであの、うんまあ、あの神様のお話、まあ、聖書のお話、うん、多分街道でキリスト教の大学に行かれたんですよね、はいはいはい、行動っていうところでみんなで礼拝があるらしいじゃないですか月曜日から、うん、でもあの、まあうん、好きな先生がいたので、はい、そのために、まあ、行きはしたけども、うん、男の先生好きな先生いやいやあのフィリピンの宣教師の先生でした。女性です。あ女性、はいはい、で、まあ、礼拝には参加したんですけども、うん、あのまあ、見言葉を聞くとかそういう態度ではなくて、ああ、まあ、はあ、多分単位かなんかもか授業だからっていうか多分だったと思うんです、ね、まあ、学校であるから行ってるって感じで、そしてあのその時に、うん、あのまあ、神様は少しはねしてたと思うんですけども、うん、まあ、いや少しじゃなくて全部が神様の話だったと思うんですけども、多分ねでも私はね関心がないから、うんうん、なんでもし神様がいたらこんな、うん、あの世の中不幸なこといろんなことがあるのかって、まあ、普通の人が考えるようなこと、うん、そうですね、まあ、その当時はそれで、うん、でもそれであの学校を卒業して、うん、ある、まあ、あの営業人ある会社で営業事務をしたんですけども、うんうん、そこで、まあ、ある時にその上司によって暴行を受けて、うんうん、その時は営業事務でした、うん、でもこう会社の方針で、うん、あのこの営業の方に行きなさいっていうことで、はい、福岡の方に研修を受けて、うん、あの帰ってきて、うん、まあ、営業に就くんですけども、うん、あのその私にそういう行為をした上司が、うん、あの胃潰瘍かなんかで入院していたんですね、うん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 、で私その時に、うん、ざまみろ私にそんなひどいことをしたのでこういう病気になったんだって思って言いました。で私その時になぜその会社を辞めることができなかったかというと、うんうんうん、あのなんかみんなにこう知られてしまうんじゃないか、自分がそういうふうな身になったっていうのを、うんうんうん、あのそういう恐怖があったのでバラされるんじゃないか、そうそうバラされるんじゃないかなっていう、うんうん、不思議なんですけどね、うんうん、そういうふうにやっぱ恐怖心とかいろんなもんで、うん、あれですよね、辛い体験ですよね、女性としてはね、うん、そういうふうに、うん、それであのかといってこう家族とか誰かにそれを相談することもこう、うん、できないかったですね、うん、はい、それで、まあ、営業の方に行ったんですけども、うん、やっぱりあのもうやっぱり仕事をする意欲はないけども辞められない、うん、そういう感じで仕事をしてて、はいはいはい、そしてあの、まあ、ある程度売り上げをあの出さないといけないということで、うん、あのまあ伝票売れてないけども伝票を出していたんですね、うんうん、であのそういうふうな状況の中で、うん、その上司が退院してきた時に、うん、もう自分の中は憎しみがいっぱいありますから、うんうん、そうですね、もうこれ以上顔を見ることはできないっていう、うん、もうすごい怒りが込み上げてきて、うんうんうん、あのこう自分のこの伝票とかのことも一切こう、うん、考えることができずにもあのすぐ伝票をあげるっていうのは、実際は売れてないのにこの成績を売れたように見せかけるっていうそれをこの会社の上の方にあげないと、うん、なんかノルマとかあったりそういうのでっていうことですか、うん、そうですね、一応はあの、うん、ノルマっていうよりも、うん、あのその時は、ま、販売の責任者、うんうん、研修を受けたので責任者となっているので、はいはいはい、とってもこう普通の営業マンみたいにあのなんかあのリベートがもらえるわけじゃなく、うんうんうん、あのでもそういうのはないんで、成績上げないといけないっていう、こうプレッシャーみたいなのはプレッシャーっていうんですが、まあ、ある程度出さないといけないっていうことがあったので、うんうんうん、で
でそういう、まあ、不正というか伝票の不正を、まあ、そういうような伝票を出していたんですけども、うん、その上司の顔上司がその入院されてる間もをそうしてたっていうことですか。その時はいやもう普通に多分販売してたと思います、うんうん、でもあの出てきて、はいはい、あのその顔を見た時にもに、もうに、憎ったらしい、ね、憎ったらしいし、うん、憎ったらしいですね、うん、でもあのもう突然会社を休みました、うん、でその後に同僚の男子がこう訪ねてきたりしたんですけども、うんうん、応じずで本人がこう困ってるということで家に訪ねてきたので、まあ、自分 の、 あのそういう行為を認めてあの、まあ、会社に出てって処理をして、うん、もうあの正式にあの辞めたんですけど、うんうん、その後から苦しみがあのとてもとてもとても毎日苦しい思いをしました、うん、一つはもう自分はあのそういうことをされた、うん、もう汚れているっていう思いとそれから上司の人、ね、そうそうそれと、うん、あの悪いって分かっていても、うんまあ、他の人ももちろんやってはいるんですけども、うん、悪いと分かっていた、いてそれをしてしまう自分がいる、うん、あの仕事で不正のやってることですよね。そしたら、うん、あの今から将来私は悪いって分かっていて、うん、それをしてしまう可能性も将来あるわけですよね、うんうん、自分はそういうことしないと思いながら、うん、だから本当にこうどのように行ったらいいのかっていうことが大きな自分の悩みとなって苦しみになりました、うん、そして罪悪感とか、うんね、そういうあの別に生きていく道が分からなくなって、うんうんうん、そしてその時にあもうあさっきあのもう近くさんがねこう、うん、あの自殺未遂って言っても、うん、未遂はしなかったんですけど、うん、あやっぱりこう、まあ、生きる希望とかがないので死にたいと思ったんですけども、はいまあ、そんなにこうあのこう愛のある家族ではないけども、うん、やっぱり悲しむことを自分が死んだら悲しむだろうと思っているので、うん、そういうことはできない、うん、かといって生きる方法がわからない、うん、ということでとっても苦しくって、はいはい、そしてある時に自分の部屋で、うん本当あその時にもし神様がいた、うんうん、こういうことを助けてくださる方がいるとしたら、うん、神様に違いないって本当の神様だろうって、うん、神様いると思ってないけど、うん、助けることができるお方は神様だろうって、うん、でもどなたか分からないから私はでもその時に、うん、本当に生きて働いておられる神様がいたら、うん、私を助けてくださいって言って泣いて叫んだのを覚えています、うん、そしてしばらく経った後に教会に行ってみたいっていう思いが来ました。あの小さい頃から教会に行ったこともあのないですし、クリスマスとか本当にこう一切関係のない生活を送ってたんですけども、そういう思いが来て、うん、あ今週行けなかった、教会は日曜日はしてるっていうことを、ね、知ってはいるので、あのそういうすごく自分の人生の中でこう落ち込んだ時ですよね、あの仕事のことで、まあ、罪悪感もあるし、その、ね、上司から受けたことで、心にも傷を受けてとても苦しい時に、うん、神様教会に行きたいって思った、はい、っていうことですよね、うん、で大学ではキリスト教の大学に行ってたけど、でも神様は信じてなかった。そうそうですよね、どの神様もいると思って、はい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 、教会行きたいと思ったと。じゃあちょっとその後の話ちょっと一曲挟んでからちょっとお聞きしましょうね、はい、次の曲は神山美沙さんの You are special です。 You are special、
神山美沙さんで You are special でした。はい、今日はゲストに漬け村つる子さん、つるちゃんに来ていただいております。はい、じゃあお話の続きを、うん、はい、この人生ね、まだ20歳ぐらいの時ですか、その苦しい20代の時にね、うん、はい、何年前かは聞きませんが20代の時にね、うん、そういう苦しい思いして、でこの教会に、うん、行ってみたいと、教会行ってみたいと思ったんですけども、うんうん、なかなかやっぱり行く勇気がなくて、うんうんうん、教会の近くまでは行ったんですけども、うん、ああまた今日は行けなかった、うん、また翌週行って、これを何回か繰り返して、まあ、やっと、まあ、近くって言っても歩いて15分ぐらいの教会に、うんうん、まあ、1階が保育園で、2階が礼拝堂だったんですけども、うんうん、2階に入っていった、うん、本当初めて入る教会だったんですね。はいはいはい、すごいですね。分からないんですけども、うん、でも、はい、もうその時まで心が押しつぶされて、うん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 、あ、いた私ですけども、うん、こう心に安心が平安っていうのが入ってきた時に、うん、最初の日に、うん、あ、神様っていらっしゃるんだって、うん、本当にそのようにその時思いました。こう教会入って座って聞いている時に、うんうん、あ、神様いらっしゃる、本当にいらっしゃるんだと思って、うん、そしてそれから毎週礼拝に通うようになって、うんうん、牧師先生がいらしたんですか、その教会行った時には。あ、私ね、ちょっと、うん、いえ最初、最初はやっぱり一番さ後ろの方に席に座って、うんうん、終わったらパッと帰る。礼拝に行ったんですか。礼拝、ああ、礼拝は日曜日やってるだろうなと。そうそう、日曜日礼拝やってるという地域、はい、はあったわけですよね。そうです、そうです、うん、はいはい、で礼拝に行って、そうそう、だから最初はみんなの中にはこう溶け込まないです、はいはいはい、で聞いて、うんうん、パッと帰ってく、聞いてパッと帰ってくって、うん、でもある時に、うん、もう私は神様をやらしてる、神様はイエス様だって言って、うん、ことを最初の日に分かったんですけど、うんうんうん、まだ許しをもらってなかったので、神様からの、うんうん、だから私はあんなにも汚れてるし、あんなひどいこともしたし、うんうん、ということで、うん、私は自分自身で良くなってから、はいはいはい、あ、私は教会に行ってるよとかって言おうって、うんうん、こうまだ全然こう神様のことよく分かりませんので、でもそういうふうにずっとこう思ってる時に、うんうんうん、自分で良くなろう良くなろうと努力をしている、うん、努力しても良くなりはしないんですけども、うん、そういう思いにとらわれていました、うんうんうん、でもある時に礼拝だったかな、ある集会は分かりませんけども、心の中に、私はそのままのあなたを愛してるんだよって、うん、傷ついてるもの、はい、またそういう悪いことをしたことこと、うん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 、そのままでいいから、うん、私のもとに来なさいって神様の呼びかけがあって、その時に私は座ってる場所で、神様本当に許してくださいって、はい、神様の愛を拒否したことをお許しくださいって、うん、で神様のこう許しをもらいました。でその後から本当に安心、うん、平安が来て、うん、それからはまたこう もっともっと神様を知りたいって言って求めて、うんうんうん、教会に通うようになって、うん、それから3ヶ月後ぐらいですかね、うんうん、洗礼を受けたい人っていう、はいはい、まあ、特別な習慣があった時に、でもその時までまだどなたかとも具体的にお話ししたことないんですけども、うん、はい、洗礼を受けますって言って、はいはいはい、うん、本当にこれは神様の一方的な祝福なんですけども、はいはいはい、それからが洗礼を受けたからまた変わりましたね。すごいですね、うん、だから神様が一方的に私にね触れてくださって、うんうん、心を溶かしてくださって、うん、また癒してくださって、うん、そしてある時に牧師がですね、うん、憎んでる人が今もし憎んでる人がいたら、はい、その人を許しなさいっていう呼びかけがあったんですね、うんうんうん、その時に私はこの中で私は人を許しますって、うんうん、って言ってこの憎しみからも救われて、うん、早い時期にその憎しみから救われたことは、あ、それは良かったですね、大きな感謝ですね。そうですね、はい、ずっと憎み続けるんじゃなくてですよ、ね、うん、この憎しみっていうのがとってもその厄介でね、うん、どうしてもね自分を傷つけた人とか、うん、そう思っちゃいますよね。で世の中の人もそうです、僕もそうでしたけども、それを神様は許せって言うんですよね、うん、はい、うん、私が許したように、そう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 、許せるように
なってくるんですよね、うん、またこの聖書ね学んで神様のね知ってくるとね、うん、愛をねっていうのは自分も罪人じゃないですか、うん、僕なんかはほらもっと犯罪者だから、うん、分かりやすい罪ですよ。そうですね、うん、で神様から見たらこの犯罪以外でもね罪があるわけですよね、うん、この人をまあその憎んだりとかもそうだし、うんね、優しくしなかったりだとか、ね、悪口だとか妬んだりだとかもうそうですよ ね、うん、それも神様から見たら罪なわけですよ。っていうことは、うん、みんな罪人っていうことなんですよね、うん、神様から見ると、うんうん、でそれが分かってで神様がこの十字架にかかってねイエス様がね自分たちの罪の身代わりにね十字架かかってくれた許してくれたでそれで僕たちが許されたっていうことがだんだん分かってくるんですよねこの聖書学んでね、うん、教会行ってるとね、うん、そして自分も許されたんだから自分もね許さないといけない人、うん、で許せるようにだんだんなってくるんですよねお祈りしたりね、うん、してるとね、うん、そうすると心がね本当に楽になって平安になりますよね、この憎しみが取れるとねよかったですね。はい本当にねイエス様の、ね、十字架の許しをいただいて、うん、本当に心が、ね、軽くなって、うん、喜びが与えられて、はいはいはい、また平安な毎日与えられて本当に感謝です。いやよかった素晴らしいですよね。うんイエス様のこのことを知らなかったら多分許すこと難しかったですよね。知らなかった私精神病院で入院してると思います。ね、大変な経験ね、そうされてやっぱりみんなこうどう生きたらいいのか分からなくて、うん、いろんなことで、うん、ああでもないこうでもないって言って、うんうん、ノイローゼになって、はいはいはい、やっぱりこうそういう病気になると思うんですけども、うんうん、中にはね自分で命絶ってしまう人もいるんだからね、うん、私はだから、まあ、誰でもそういう病院でお世話になる可能性はあるけど、うんうん、まあ、友達とかいろんな事柄で守られてる人もいるし、うん、それから本当にまあ、救いをね、うん、神様に出会ってただ守られるだけじゃなくて、うん、生きる喜びと前向きな生活を送れるようになる、うん、その道も神様は備えていらっしゃるから本当に感謝ですね。いやそして素晴らしい、うん、ですから本当にそういう特に苦しみの中にある人を見たら、うん、もう祈らずにはいられない。あ、はいはい、でやっぱ神様は求める心を私たちに与えておられるので、うんはい、求めることができるようにさせてくださいって、うん、でもそれも神様からのね、うん、導きだからそのようにしていますけれども、うん、全てこう良い思いを神様がくださるので、はいはいはい、感謝していますけれども。いやー素晴らしい、ね、すごい、うん、これ結局今日の聖書の言葉、うん、ぴったりじゃないですか。本当です ね、神様を求めて、うん、ね、これこの鶴子さんの話聞いてから決めたんじゃないんですよ。これね、うん、ラジオ聞いてることね、この聖書の言葉ね、うん、実は昨日ね、うん、明日どれにしようかみたいな感じで今日はねちかちゃんに決めてもらったんですけどね。そうなんですよ。素晴らしいですね。ぴったりでしたね。感謝です。イエス様素晴らしい。私思うんですけど、うん、神田とちかちゃん、うん、神田とちかちゃんはまあもしかしたら同姓同名が他にいるかもしれないんですけども、うんうん、でも神田とちかちゃんの子供さんが、うん、お母さんとかちかこさんとまあ呼ばないかもしれない、うん、そしたら声とか分かりますよね、うん、あ自分の子供がこう叫んでるなとか呼んでるなって、うんうんはいはい、だから本物の神様は、はいはい、自分の向かって、うん叫んでるのかっていうのは神様は本当にご存知で、うん、あ神様は親子の関係だからね。そうそう僕たちね本当にご存知で、うん、本当に生きて働いてる神様って言ったらご自身しかおられないので、はいはいはい、神様は本当にすぐに手を伸ばしてくださる。だから、うん、大事ですねそれ。とってもそのことは、うんうん、大事だなって。でもそういうふうに祈りもくださったのは神様だから、うんこれもとても感謝してます。そうですよね。でやっぱり宣教師の方とのお付き合いがその時にあったので、うん、やっぱ誰かがあるいは
はキリタンでしたら、うん、あの平、あその時はあの、うん、学長さん、うん、あの全生徒の名前覚えてらしたんですよ、うん、ということはやっぱり祈ってないと覚えられないんですよ ね、 ね、はいはい、いだから祈りが積まれていたんだろうなって私は本当に、うん、あの覚えます。あ背後にはそういうふうにすでに救われた方々が祈っておられるので救われたんだろうねって思いました。よくね、あることです。このあるある、うん、あるある、ね、クリスチャンあるあるなんだけど、うんね、うん、あのちっちゃい時にね、うん、幼稚園の時に保育所行ってたとか、僕もそうなんですよ、うんうん、幼稚園キリスト教の幼稚園だ、そうなんですか、こう見えてもね、こう見えてもってどう見えるか分かんないお坊さんみたいな頭してますけど、うんうん、なんか十字架あったの覚えてますよ、うん、不思議ね、お母さんもクリスチャンじゃないんだよ、うん、お父さんもお母さんもね、うんうん、でお兄ちゃん姉ちゃんも別のあのそういう幼稚園じゃないけ、うん、たまたま引っ越してそこしか入るとこなかった感じのいた、うんうん、多分、うんうん、そうなんですね、でもそう神様だしね、うん、でも一番に救われたからね兄弟の中で、うん、まあ40年ぐらいかかりましたけど、うん、37年かそれからそうなんですよね、うん、そうなんですよ、うん、だからそういう、ね、祈られてるっていうことがあるんですよね、うんはい、知らないところで本人はね祈られてるなんて知らないけど、そう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 、だから僕らも祈り倒しましょうね、うん、いろんな人のためにね、はい、うん、はい、ちょっと曲もう曲いけるかな、はい、素敵な曲いきましょうか、うん、ね、これもう一番これ教会のテーマソングみたいになってますけど、うん、好きでしょみんなねこの曲、うん、ね、君は愛されるために生まれた。ほど大きな喜びでしょう。
君は愛されるため生まれたでした。はい、素敵な曲ですね。もう大好き、ね、この曲ね、うんうん、みんなね本当は愛されるために生まれてるんですよ。そうですね、うん、神様はみんな愛してるんですよ、うん、だけど人が神様の方に向かないというか、うん、ね、信じないからおかしなことになっちゃうわけですよ。僕もそうでしたけどね、うん、もう好き勝手に生きてきましたけど、うんうん、でこの愛を知ったらね、うん、もう離れられないというか、本当、ね、教会楽しくてさ、ね、もう毎週日曜日が来るのが楽しみで楽しみで、うん、ね、毎日日曜日だったらいいのになとかさ、うん、思ったりなんかも、ね、しましたけど、はい、楽しみで、はい、はい、今日はつるちゃん、はい、ね、つる子さんありがとうございました。ありがとうございました、ね、素敵なあの話、はい、貴重な話をね、うん、ありがとうございました、うん、はい、ね、何かつるちゃん、ラジオ聞いてる方に1分で、うん、なんかあります？なん、あ、30秒でもいいですよ、10秒でもいいですよ突然、うん、そうですね、うん、一言で、あの神様は素晴らしい人生を皆さんのために本当に備えていらっしゃいますので、アメン、近くの教会にぜひ、うん、来てください、うん、富城和田橋近くの方は隣人教会にお越しください。アメン、以上です、はい、ありがとうございます。ですよね、皆さんね、うん、教会来てほしいですね、はい、来てくださいね教会にね、うん、教会行ったらいろいろ、ね、イベントもやってるしね、うんうん、そうですね、あとねランチもあれ出るんじゃないの？あ、はい、ね、いつもお昼を、ね、初めて来た人はもうただでくれるじゃない？ただですもちろん、うん、くれるはずですよただで。なんて食べにでもいいですよ。はい、はい、そうですね、うん。コーヒーとおやつと、はい、ご飯を。はい、チカちゃん。はい。なんとかなりましたな今日。ねえ、本当ですよ今日。ねえ、熊さんもいないし。ね、今日はね、どうなることかと思いましたが、本当に、はい、まあ、残念に思ってる方もいると思うんですけど。今日はね、そう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 、ちょっと、うん、そうそう、熊さんもいないんで読み聞かせもなかったんですけど、うん、一時はどうなるかと思いましたけど、はい、なんとかなりました。はい、神様のおかげで。感謝、はい。お祈りしたもん ね、始まる前に神様助けてって。ドキドキでした本当に。はい、はい、よかったですね。うん、なんかちかちゃんあります？はい、ラジオ聞いてる方に10秒で。やっぱり10秒ね。はい、神様は生きて働いて、はい、あなたのために、はい、あなたを愛して本当に導いてくれる方です。アメン、はい、ありがとうございます。はい、そろそろ時間ですか？そうですね、はい、すいません、無理やりごめんなさい、10秒で振っちゃって、はい、はい、ラジオを聞きの皆さん、今日の幸せチャンプルいかがでしたか？あなたの心に一つでも触れる言葉があったらよかったと思います。聖書の中で神様はこうおっしゃってます。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。アメン、イエス・キリストはあなたを愛しています。今問題や悩み事で苦しんでいる人はいませんか？人間関係の問題、経済的な問題、依存症などの精神的な病や健康のことで悩んでいる方、苦しんでいる方はぜひお近くの教会を訪ねてください。問題は必ず解決します。新約聖書ルカの福音書1章37節に、神にとって不可能なことは一つもありませんと書いてあります。アメン。私たちも以前は自分ではどうしようもない問題を抱え、生きる希望を失っていました。でもこの言葉を信じ教会へ通うようになり、問題は解決し、今はとっても幸せです。神様はどんな問題でも解決できます。あなたも何でもできる本当の神様イエス様を信じ、幸せちゃんになりませんか？明日は日曜日、ぜひ教会に行ってくださいね。教会はあなたを歓迎します。どこへ行ったらいいのかわからないよっていう方はご連絡ください。お近くの教会をご案内します。また私たちの隣人キリスト教会もあなたを歓迎しますよ。隣人キリスト教会は富
X 串マダン橋467-1、電話番号は 098-996-4533 です。また聖書が欲しい、聖書を読んでみたいっていう方もご連絡くださいね。無料で郵送いたします。メールアドレスは s.champ780@gmail.com です。またこの番組は YouTube で動画を見ることもできますよ。幸せチャンプルと検索してくださいね。ということなので、あっという間の1時間でしたが、皆さん最後までお付き合いありがとうございました。ゲストの漬け村つる子さん、つるちゃん、ありがとうございました。はい、ちかちゃんもありがとうございます。ゆたさん、ありがとうございました。はい、ラジオを聴く皆さんの上に神様の祝福がありますようにお祈りします。年1週間元気に過ごしてくださいね。ではまた来週お会いしましょう。幸せチャンプルーの時間でした。 God bless you。でもは